はい、えー、こんばんは、えー。聞こえておりますでしょうかはい。どうでしょうかはい、あ,あ聞こえてますかどうもありがとうございます。はい。えー、っと。あ、どうもどうも。皆さんありがとうございます。おー、どんどん来ましたね。ありがとうございます。はい。 えー、あチャールズ国王の戴冠式を今やってるのか。あはどうも皆さん、こんばんは。えー、っと、はい。えー、っとですね、えーま、ゴールデンウィーク、えーもう、もう終わろうとしてきているあと1日というところなわけですけど、皆さんいかがお、いかがお過ごしでしたでしょうか。はい。まあ、えー、恒例のですね、土曜恒例の 春ゴザということでまあ今日はえ日本史講義えまあ伊豆北条氏の実像ということでえいきたいと思います。でまああのまあちょっと前の話少し前になっちゃうんですけど「あの逃げ上手の若君」のアニメ化が決定したというえニュースがありました、ま。あ 「え週刊少年ジャンプ」で連載されている漫画で北条時行を主人公にしているというねかなりマニアックなえマイナーなね歴史上の人物をえ主人公にしたというまあ異色作であるわけですけれどもいやじゃあ終わるなんぞ聞きっとない <laughs> まあでもゴールデンウィーク終わろうとしてるんですね。 はい、でまあその、まあ、北条時行というのは要するに北条特装家のえ北条最後の特装である北条高時の、えー、維持ですねお兄さんは死んじゃったので、えーまあ、生き残った時行とでこれがまあ鎌倉幕府最高復活させるためにまあ戦うという。 えー、これはまあ歴史上の史実なわけですけれどもそうですね2年前なら考えられないアニメ化テーマだと思いますね。はル、い、キさんも、えー、どうもありがとうございます。で、えー、まあで「逃げ上手の若君」いつアニメになるのかちょっとよくわからんのですがまあ、えー、その予習ということでですね、まあ、そもそも北条時行というのはだから北条氏鎌倉北条氏さらに遡れば伊豆北条氏ということになるわけですが。 そもそも伊豆法条氏というのはどのような一族だったのかどのような武士だったのかということについては実は結構学会でも議論があるところなんですね。でまあちょっとその辺をねですねえ学会でどんな論争が行われているのであるかということをですねまあご紹介しようかなと。で最近まああの新しい論文も発表されたのでまあそのご紹介が中心になるかとは思いますけれども。 あ鈴木由美先生がね「中仙台の乱」という本を書かれてますけれども、まあ、まさに北条時行が起こした建務、えー、政権に対する反乱が中仙台の乱で、まあ、中仙台の乱についても、まあ、いずれ、えー、このチャンネルでね解説をやろうかなと、えー、だから逃げ上手の若気味、えー、関連の講義は今後もちょっと続けていこうかなと思ってるんですけど、まあ、第1弾ということで、まあ、今回はそもそも 伊豆北条氏というのはどういう家であるかと、どういう武士だったのかとえいうことをですね、学会で今何が議論になっているかと、最新の研究論文というのはどのようなものかということをまあご紹介しようかなというふうに思うわけでございます。はい。あ、武士とは何かを読ませていただいたら、ありがとうございます。はい。じゃあ、とりあえず乾杯しましょうかね、乾杯、え。ー もうすぐ終わっちゃうゴールデンウィークに乾杯。はい。あ、アリスさんもこんばんは。えー、はい。で、えっ、ー、と、じゃあまた例によってですね、えー、まあ、だいぶ皆さんお集まり。 あ鈴木先生の方は私も逃げわかが話題になり始めた辺りで読んだまあそういう方は多いんじゃないでしょうかねはいでえー、っとですねまああのだいぶ集まってきたのであこれでウィーなんですかそれあ,あれですかお仕事が忙しかったんですかねまあそういう方もいらっしゃるかと思いますがはいで えーまあ、だいぶ人も集まってきたのでそろそろ講義に入っていきたいと思います。で、えー、例によってですねあ鴨志田さんもこんばんは。で例によってまあ画面切り替えてですね資料を移そうと思いますので、えーまあ、資料がね、えー、見えるかどうか資料が見えるかっていうか、まあ、資料が見えるかプラス、えー、音が聞こえるか音声が聞こえるかどうかまた教えていただければなというふうに思います。 あ東福寺店にねあ、行かれた。東福寺店よかったですよね。はい。えー、では、ちょっと画面切り替えていきたいと思います。はい。えー、どうでしょうか。えっ、ー、と、聞こえておりますでしょうか。いかがでしょうか。はい。 画面音声 OK ということですね。ありがとうございます。では、えー、講義に、えー、行こうかと思います。はい。で、えー、はい。で、まあ、やっぱり最近の議論としては、あの一番大きいのはあの方丈寺というのは実は教務者なのではないかって説が、えー、提起されているわけですね。えー、つまり、えー 京都,の京都に基盤を持つ軍事貴族の、えー、末裔なのではないかと、えー、いう説つまりそれまで従来はですね、えー、昨年の大河ドラマは「鎌倉殿の13人」でもそうですがまあ従来昔はですね、まあ、伊豆の田舎武士だと思われていたわけなんですけれどもまあ近年ですね、あのー、北条氏というのは実は結構身分の高い武士なんではないかと。 えーまあ、京都に拠点を持って京都を本拠とする、えー、軍事貴族の末裔なのではないかと、えー、いう説が、えー、提起されたわけですね。そうそうまあ、野口稔先生がまさにそうなわけですけれども、まあ、それをですね、まあ、その北条氏教務者説についてちょっとご紹介していこうかなというふうに思います。 で、えー、教務者説の発端となったのは、えー、牧の方ですね北条時政の後歳であります、えー、牧の方、えー、と鎌倉殿の13人では宮沢りえさんがやられた役ですね。でこの牧の方の出事に関する研究というのがその北条氏に対する「えー、北条氏イコール田舎武士」という通説に対する見直しの 発端になったわけで,す、ね、でまあ杉原まあこれはあの学会では非常に有名な論文ですが杉橋隆夫さんが1994年に書かれた論文「牧の方の出身と政治的位置」ということであの牧の方時政の5歳である牧の方というのはどのような女性であるかということをまあ解明したというかまああの 迫ったわけですねで杉橋さんが、あのー、注目されたのは具「愚官賞牧六の記述」ということになりますが、えー、そこでは、えー、どのように書かれているかというと時政、えーまあ、これ字違いますが北条時政のことですね「時政若き妻を設けて」という、ね、若き妻というのが、えー、牧の方のことですが。 若き妻を設けてそれが腹に子供を設け娘を多く持ちたりけりと時政はえ若い妻をもらって子供をたくさん作って娘,を娘がたくさん生まれたとえいうことなんですねでこの妻は大舎の丞宗近と言いける者の,の娘なりとこの妻すなわち時政の5歳え牧の方の えー、は大ネリの,の城宗近という人の娘であるということですね。で大ネリの城って何かってことですが「えー、大リ諒」というのが、えー、ありまして。 大利襟の、えー、上すなわち三等官ということですね、えー、上助上左官で上助上左官で上は三番目三等官ということになりますが大利、まあ、寮っていうのは近中すなわち代理、えー、天皇の住,んで住むところですね、えー、代理に代理でまあい、えー、宿直をやって愚、えー、部や 雑益を務める大ネリを統括する役所なわけですがそこの三等官の大ネリ城宗近という人の娘であると。で舅とて大岡半岸時親とて御位之城になりてありきということでしてでこの舅というのはえあの今の言う舅ではなくてえ女性から見て、えー 同じ母親を同じくする兄弟のことですねなのでつまり牧、えー、の方と母親が同じ兄弟ということですね牧の方の同服、同じ腹の兄弟同じ母親の兄弟ということですから牧、まあの方のまあ兄弟で大河半岸時地下といって御井の城になっているものがいましたということですが えー、ゴイ五井の城って何かというと、まあ、まあ、判官とも、判官とも出てきてますから。これ、ケビーシですね。ケビーシの城。ケ、え、ビーシー判官ということになりますが。ケビーシの城になっていて、そこから、ええー、まあ、女爵。 除釈っていうのは5位になることを除釈というんですが除、えー、釈してだビン石の城になってそこから除釈5位になると。で,でただこれ普通はですねあのケビン石の城というのは毛ハ石半岩というのはですね6位相当なので5位には。 位に上がった場合はやめななきゃいいけですねケび石を。官位相当の関係から6位相当のケび石ケび石っていうのは6位相当なので5位に上がった場合はケび石をやめないといけない本来はね。でところがまあ特別に5位に上ってもケび石を続けていいですよとケび石の字を続けていいですよっていうのがあってこれを女流と言います。 でだこれは女流を認められる女流戦時っていうので女流を特別に認められると5位に上がったんだけど「けび石の丞」を続けていいですよっていう、えー、特別に認められると5位になったまま5位の理解を持ったままけび石の丞を務めているだこれを5位の丞というふうに言うわけですねでその5位の丞大岡時親という人が 御井の城だったと牧野方の、えーま、兄弟が五位の城であったとで。でその宗近え頼森入道がもとに多年使えて駿河の国の大岡の真紀というところを知らせきるということで、えー、その宗近という人はこのだから牧野方のお父さんの宗近という人は頼森。 これは平の頼盛平の清盛の弟ですね平の頼盛のに仕えて他年仕えて駿河の国の大岡の牧というところを治療していたまあ支配していたで武者にもあらずということでまあ武者ではないよっていうことを言ってるということですねとまあ書いてあるで でここでここから杉橋さんの推理が始まるわけなんですけども、えー、時政の5歳の父である大舎理乃城宗近愚寛省によると大舎理乃城宗近という人が、えー、牧の方のお父さんなわけですけれどもで尊貴文脈の藤原の道隆流で所領之助宗近という人がいると。 でこれは同一人物なのではないかと。で同じ宗近という名前なんで同一人物ではないかと。でこの所良之助宗近という人は平清盛の敬墓、えー、頼盛の実母である池の前二の弟であると、えー、いうことになりますので、えー、つまり時政の後妻である牧の方は池の前二の姪であると、えー、いうことに なりますでこの池の前二の家というのは、えー、まあ中流貴族の家でありますので、まあ、その中流貴族の娘である牧の方を妻に迎えることができたってことは北条時政はそれなりの身分の武士であると。あ大名になってくれた方がありがとうございます。菅原 須原,ですかね、須原誠さんですかねありがとうございますでそうですねこれ初代部ってことですよね要するにでこれあのまあこの辺は後でお話しすると思うんです後でちょっと詳しくご説明しますが要するに初代部の家ということになりますでこの初代部の家の牧の方を妻に迎えたってことはやっぱ北条時政は田舎武士ではないとでかなり え身分の高い武士なのではないかっていうことをまあ杉橋さんはえ提起したわけですね。でこれに関連してえまあキック伝にえ森幸男さんかな森幸男さんがえキック伝のに書かれてる記述を に注目したわけですね。で、ピックデンっていうのは、ええ、元年。ええ、千三百八年に、ええ、クロ、クロードのとに就任した。吉田、高永という人物ですね。 この吉田高永という人がですねクロード党になったはいいけどクロードの党の仕事があまりよくわからないということでクロードの党を務めるにあたって必要なノウハウを聞いたとお兄さんの定房に聞いたと。 いうものでありますでお兄さんはすでにクロード・ノトをやってるからお兄さんにいろいろとアドバイスをもらったと。でそのさんの回答のみならず定房の日記も一部書詮しているということなんですけど実はここに吉田家と北条時政との関係についての記述があると。 えいうこ,とでこれにまあ森幸夫さん注目されたわけですね。でえ読みますと一つ「頼朝経を頼み申す古代納言由来のこと」ということでえまあ頼朝経が古代納言これがだからえと吉田 えー、常房ですかね吉田常房についての頼朝教が吉田常房、えー、つまり吉田家の先祖にあたる吉田常房のことを非常に頼みにしていたということについて吉田定房が解説したと。 でで,うずん渦政ですかね上門、えー、の権之助入道ていうのはこれは貞、えー、房のおじさんの、えー、常藤という人ですね。 でそのだからさ房もえ常藤から聞いたおじさんから聞いた話ということですねで。でそのおじさんから聞いた話によると「伊豆の国を古大納言殿稚魚をせしめたもう」とえつまりえまあ吉田家の祖である吉田恒房がまあ伊豆の国を稚魚していた時のことであるとえいうことですね。 治業国主つまりこの時代は国司はえ実権がないんですよね。だから伊豆の国を支配しているのは伊豆の国の治業国主がえ支配しているということになるわけですね。その治業国主が国司を任命するということになるわけですね。 で,でまあ伊豆で伊豆の国を古ゴンドの吉田恒房が治業しせしめて稚魚していたとでこの時北条四郎時政財長として機械のことありということで,でこの時北条時政が財長財長肝心だったとでなんかやらかしたらしいんですね時政でなんかトラブルに巻き込まれたで で国司召し込められるということで国司がその北条時政を捕まえて監禁したわけですね。でよってその時古大納言殿の業績いげ時政ことごとく監心申しけりということでまあどうもこの時になんか詳しくはこの書き方は微妙でちょっとよく分かりづらいんですけどどうもその国司 国史っていうのがそもそもおかしいと思うんですけど国史じゃなくて木代じゃないかって気がするんですがこの時代やっぱ国史って現地に下んないのでえ現地に下っていくのは木代なので木代じゃねえかと思うんですがまあちょとりあえずまあ国史と書いてあるわけですね。国士が え北条時政をと捕まえて監禁したと、でその時になんかよくわかんないんですが、書き方が微妙なんですが、どうも吉田松陰が時政のことを助けてくれたらしいとえいうことですね。で、あそうですあの有名な吉田松陰さんのことですあのえと五代後醍醐に使えたね。で、でそれでまあなんか。 世話になったらしいと吉田恒夫さんにねで時政ことごとく感心申し切るとでまあ非常に時政はそれにまあ感謝したえみたいですねでそれでよ,でよって奪っかに語り申すの間と奪っかというのは頼朝のことですねでだから時政はまあ世話になってえ吉田恒夫さんの世話になってで非常に感謝して感心してでそのことを後に えー、頼朝に語ったと。で、それと、えー、賢人由々しき人と相存じて頼み申しけりということで、えー、まあ、吉田恒房は、えー、非常に賢い人であるということで頼朝が吉田恒房を、えー、頼りにしたと。で、えー、重靖志向し申して曰く。 え千年御使いとして関東に下校の時大方禅に申しけるわ、ね、この大方禅にっていうのはおそらく北条高時の母親のことではないかと思われます。大方殿ですね。 まあ山之内善にとか大方殿とかって言うんですがまあ高時のお母さんではないかと。でまあそれから聞いた話によると先の大将の時これは要するに頼朝ですが先の右大将のことですね頼朝先の大将の時旧み皆存,存じせしむることなりとえいうことでまあえ頼朝時代頼朝の時代には えまあ非常にこう頼朝と吉田常房がまあ非常にこうえ仲が良かったっちいうことはみんなが知ってることであるということですねで。で大将出世の時天下庶人面々こび受けた周り宗来期と。 これは大将っていうのは清盛ですが平の清盛が出世した時天下の人々は皆清盛にこびへつらったと。でしかるにこの大納言一人一切承る旨なしと。ででつまりあの。 平家の天下になった時に貴族たちはみんな平家にこびへつらったんだけど吉田恒房だけはえ清盛にこびることをしなかったと。でよってあすなわちかすなわちもし平家一体の人下など愛存ずるのところその義なきの間と。でだから頼朝は吉田恒房は平家とえー 仲がいいのかと平家べったりなのかということをえふうにまあ思っていたんだけれども実はそうではないとえいうことがえ分かったのでそれでまあ頼朝は吉田恒夫さんのことを信頼賢人として信頼して非常に頼りにしたんであるとえーいう話を聞いたということですね。 でまあ、まあ今言ったことをまとめますと菊殿によるとは古大納言殿吉田恒房が伊豆の国を治療してた時伊豆の国の在長であった時政が不祥事を起こして国司まあ木代のことじゃないかっていう気がするんですが、まあ、とりあえず国司に拘禁されたが恒房がどうも助けてくれたらしいと。でこれに感心した時政が後に頼朝にこのことを語ったことがきっかけで。 頼朝は常房を賢人として頼りにするようになったということですね。でだからこのキックでに書いてあることが全部信じるならば時政は朝長官人を務める有力武士で京都の貴族である吉田常房とも昔から接点があったということになるわけですね。で鵜呑みにしていいのかっていう問題はまああるわけですね。 で,でさらに「吾妻鏡の記述」から時政在長勧進だったんではないかとえいう話も出てきます。で「吾妻鏡」自称4年4月27日条によればここに上総介平の直方阿尊五代の孫北条四郎時政 主は主は当国の豪傑なりということでまあ平直方っていうのはまさにえ軍事貴族・教務者になるのでまあこの記述を信じるならばまあ北条時政えは教務者の末裔ということになる。であともう一つは「東鏡研究4年2月25日上」。 によると平六左門の城京都において卒通北条殿の副讐なりと北条殿というのは時政のことですで先の左門の城平野阿尊北条之助時兼南文治2年7月18日任左兵衛の,の城同じく5年4月10日任左門の城とかって書いてあってえー まあ時政のね腹心で時貞という人がえいるんですが吾妻鏡によるとねでこの時貞の父は北条之助時兼という人物であるとでまあ北条之助って名乗ってるのでまあ在庁勧進であるということになりますでだからまあ時政本人が在庁勧進とは書かれていないのですがまあ時政の 腹心、えー、である時貞の父親が在朝官人なんで、まあ、時政も在朝官人だったのではないかというような推測がなされるわけでございます。であとはまあ有名なところではございますが、えー、森吉親王が、あのー、倒幕ですね後醍,醐の息後醍醐天皇の息子の森吉親王が えー、領事をばらまいて全国の武士に領事をばらまいて北条高時を討てというふうに言ったんですが、まあ、その時の領事に「伊豆の国在朝北条東,東未然寺時政の子孫遠い」などとか「伊豆の国在朝時政子孫高時保守」というふうに言ってて、まあ、時政のことを「伊豆の国の在朝というふうに言ってるとここからまあ時政は財長勧と見ていいんではないかっていう説が、えー 出ているわけですねであと「教務者の末裔」って話も、えー、かなり、えー、詳しく、えー、推測がなされておりまして、えーまあ、これ国文の先生ですけど佐々木貴一さんの「えー、北条時家略伝」。 それからまあ曽根を受けた野口みのるさんの「教務者の東国進出とその本拠地」についてという論文があるんですがまあそれらによればそれらの主張によれば源平登場録に源平登場録にその北条時政の系譜についての説明がある。それによると 時政の祖父である時家は伊勢平氏の出であるとだからまあまさに教務者軍事貴族なわけですけど伊勢平氏の出で伊豆の武士北条之助の婿になったと。もともと軍事貴族教務者だったんだけど伊豆の北条之助の婿になってまあ伊豆に土着したのであるということですね。 でさらに秋田原公文書館の「えー、佐竹文庫像北坂出ン源氏系図」によれば「二、えー」には、えー、大和源氏頼年の孫にあたる宋真実の中期に母平の時家娘伊豆の国住人というふうに書いてあって、まあ、これらを、えー、組み合わせて考えると「 まあ佐々木さんによれば時家はおおよそ11世紀後半から12世紀初めの人物とみなしうると。でこの時家というのが平の時家もともと教務者だった平の時家は伊豆の北条に土着して伊豆北条氏の始祖となったと。すなわち平の時家は教務者の伊勢平氏出身で伊豆の北条之助の婿となって。 まあ伊豆に土着したとで12世紀になってから伊豆北条氏が成立したというまあ推測がえなされるわけです。でえさらにはあの発掘調査ですね。史跡北条氏堤跡炎上寺跡の発掘調査によって。 関東地方では他に類を見ない12世紀代の京都系手作ね土器いわゆる瓦家ですね。お酒を飲むための土器ですねでこれはあのつまり瓦家っていうのは一回その酒を酒なわけですけど一回酒を注いで飲んだらあのもう 使わないという使い捨てのやつでして。ま、そういう意味では結構贅沢なんですね。で、手作ねっていうのは要するにろくろを使わないということです。で,で。まあ、それが京都系のものであるとだから、京都から入ってきた瓦家であるということですね。だから普通の田舎武士だったら京都で使われている。瓦家を使うはずがないという主張なわけですね。で、さらに12世紀第三四。半期 にまで遡る厚みなどの陶器類。十二世紀第三四半期っていうのは、第三四半期とかっていう。四半期っていう言い方は、これ、こうの、えー、言い方なんですけれども。十二世紀第三四半期っていうの、は要するに。だから、千百五十年から千百七十五年ぐらいのあたりを。まあ、第三四半期というふうに言うわけですね。その一世紀を百年を四分割すると。いう形なわけですね。その第三四半期と。 いうことになりますだからそこの時期まで遡るとつまり鎌倉幕府成立以前更、えー、に言えば頼朝の挙兵以前に遡るような陶器が出てきてるでさらに12世紀代の白菜白来ですねつまり海外から入ってきた陶磁器が出土していると。 で,、えーでまあ、野口実さんもですね要するに12世紀代の白菜陶磁器つまり海外から中国とかから入ってきた、えー、ブランド陶磁器ってことですね。当然海外から貿易で入ってきた陶磁器っていうのは非常に高価なものですから、まあ、普通の田舎武士はそんなものは、えー、使えないというか買えないという状況なんですね。 で,で名越さんによれば北条氏が鎌倉に入る以前からこのような白菜品を所有できる力を有していたことを想定することが可能であるということでだからそういう海外から入ってきたブランド陶磁器を使ってるってことは北条氏は田舎武士ではなくてまあ京都との関係の深い教務者の末裔非常に身分の高い武士なのではないかと。 いう,ふうな推測が行わわれるわけですねで、えー、さらにはその北条氏の,の館跡の場所ですねで場所に関しても非常にいいところにあるということをまあ野口さんとかは主張されてるわけですね。でこの北条氏の館の遺跡っていうのは、えー、ちょうど加納川と下田街道との、えー、に挟まれたところにあるんですね。 西を流れる能川それから東を南北に走る下田街道という伊豆の国における水陸の幹線ルートを抑える交通流通の要衝に北条氏の館があったと。だから伊豆一国を抑える上ではこれは絶好の地点なのであると。でだからそういった場所を踏まえるならば。 北条氏は田舎武士ではなくて都市的な武士なのだというふうに主張されたわけですね。でここまで北条氏教務者説のご説明をしてまいりましたがまあぶっちゃけ実は私はこの教務者説には非常に懐疑的なんですね。 で教務者説に対しては批判も、えー、いろいろ行われております。で例えば、えー、岡田誠一さんが北条義時2019年に北条義時の伝記を書かれましたが菊殿、えー、に見える、えー、先ほど見た菊殿に見える北条時政と吉田恒房の伊豆での交流は 吉田貞んが弟の高長に語ったものだが叔父常んからの伝聞であることに不安を感じるのの語った内容が何に基づくものであるかかわらないといとうことです、ね、でこれまあ、えー、さっきチャット欄で竹原さんも言ってましたが要するにまた聞き情報であってそれをどこまで、えー、信じていいのかっていう問題があるわけですね。 でこれは私もちょっと頼朝,の吉頼朝と義時でちょっと書いたんですが、まあ、おそらく義だけで語り継がれてきた伝承なんでしょうけれども、まあ、平の清盛が権政を振るって天下の庶民、まあ、貴族たちが平家にこびる中常房だけはこう、ね、平家にこびなかったみたいなことを書いているわけですね。でところがまあ実際には平氏政権で、えー 常えー、結構重用されていたのでまあこびてなかったっていうのは多分嘘だと思うんですね。なので、えー、まあやっぱりこれは吉田家の祖である常房を検証する意図が明白であった常房を持ち上げるために、えー、作られた話っていうところがあるのでそれをやっぱり鵜のみにはしがたいんじゃないかなっていう感じなんです そう平家が滅びた後になってね平家に媚びなかったってねそれは後出しじゃないですかいや俺は平家にはね吉田家は平家には媚びてなかったんだとかねそんな後からだったら何とでも言えるわけですからね。で,でまあその点で言うとだから北条氏と吉田氏とのえ関係という点でも関しても。 そのちょっと怪しいなって感じがするわけですね。で源氏将軍断絶の後北条氏がバックの実権を握ったのでその後で常房と時政の絆を強調する伝説が生み出された可能性があるんじゃないかというふうに、えー、まあジョイト,モトヨシ義時で書きました。でやっっぱり後になななて作られた話なんじゃないかというねそういうやっぱり疑いがやっぱり拭えないわけですよ。 北条氏の天下になってからねいや実は吉田家と北条家っていうのはねこうずっと昔から北条の祖である時政吉田家の祖である常房の時代から非常に固い絆で結ばれてたみたいなね話っていうのはまあいかにも後から作った話っていう感じがするわけですよね。で あと高橋秀樹さんが「北条氏と三浦氏」という本の中で書いてるんですがまあそもそも吉田恒久が伊豆に関わってた時期っていうのはあの9歳から16歳っていう状況でしてだからこれ伊豆の神、恒久が伊豆の神をやってたんですけど9歳から16歳ですからこれ全くあのー。 実際には何の仕事もしてなかったと思うんですよね。形だけの伊豆の神ということで、あのー、実験は全然なかったと思うんですよ。で。でその間、12歳の時に父光房が没して、常房は義兄藤原の忠親や舅平の法家の庇護を受けていたということで、まあ、まだ独り立ちしてなかったわけですよ。あの常房はね。常房が伊豆の神だった時は。 大人たちに支えられてる状況でなんか本人がリーダーシップを発揮して実際に政治を行う政務を行うみたいなそういう状況ではなかったわけですね。で彼が伊豆の国の治業国主であったことを示す資料はないし状況的にも考え難い。伊豆の国の治業国主を経験したっていうしていたっていうあれがないわけですね。だからキックデンに よれば常房は伊豆の国の治業国主だった時期があるはずなんですけど他の資料ででで裏付けることができないわけですねだから常房が伊豆の国の治業国主を務めていたっていう事実がそもそも疑わしいと。となると前提がやっぱり崩れちゃうので大元の前提が崩れちゃうので。 まあ吉田恒久が伊豆,伊豆の国の稚魚国主だった時に時政と、えー、接点があったみたいなねそういう話そのものが最全部こう作り話っていうふうな可能性が出てくるそう下校すらしてないでしょうねもちろんね稚魚国主ではないんですよそういう資料はないので裏付けの資料はねだから 菊田には治業国主だったって書いたんだけどそもそもそこが疑わしい怪しいのですからあの北条時政と交流があった接点があった時政は助けたみたいな話そのものが怪しいということになりますで。でこれに関してはさらに高橋さんが。 え言われてますけれどもあのまあこれはまあ私と大体言ってることは同じですがえこのエピソードは次家吉田家と伊豆にゆかりのある鎌倉幕府や北条氏とのつながりの起源を先祖常房の伊豆の神という経歴に求めその立場を地行国主に高めた上での創作と見なさざるを得ないと。だから、まあ 伊豆の神さっきも言いましたけど伊豆の神よりも伊豆の地業国主の方が地位は上なわけですね。事実上この時代は地業国主がその国を治めますのでまあ稚あ魚国主が伊豆の地業国主が伊豆の神の任免権を持っているという状況なんで地業国主の方が偉いわけですね。でまあ常房が伊豆の神をやってたっていうのを元にして。 それを伊豆の神じゃなくてそれで鎌倉幕府や北条氏と昔から非常につながりがあったんだっていう話をでっち上げたんではないかとえいうことですね。で北条氏を伊豆の国の在庁とするのは100年以上の地の鎌倉時代末期の言説であるからそれ,時代それ自体怪しいが仮に事実であったとしても「 それは国賀の下級事務官であって国賀造事を統括する助を称するような存在ではなかった。でこれはだからこれは結構あの財調って書いてあるあのキックデンには財調って書いたんですけどあのまあそれがそもそも100年後の資料に出てくることだからどこまで信用できるかって問題があるんですけどあのー。 この時代の「在長」という表現は必ずしも「ケのことを言わない」と。だからいわゆる「在長漢字」と呼ばれるそのだからその国画の統括現地の役所の実際の実務を担うようなそういう偉い人そういう意味ではないと「在長」っていう言葉は。 この時代にを在長という言葉は国家の下級事務官を意味する言葉であってなんとかの助みたいなすごい偉い人ではないということですね。でさらに森吉親王の領事に関してもこれもちょっと怪しいわけですね。 まあこれはまあ私本で書きましたがよく知られているように後醍醐天皇皇子の森吉親王は倒幕を呼びかける領事において「伊豆の国財長時政」などと記しているがこれは天下を治めるには北条氏の身分は低すぎすってなってますがすみません低すぎるですね低すぎると罵倒する意味で用いたものであると皇族の森吉から見れば財長であろうとなかろうと北条,氏が北条氏は身分の低い武士である。 在朝官人の出身であることをわざわざ確認したわけではないだろうから当てになる情報ではないと。で高橋樹さんも森吉の領地は在朝を別称として用いていると。だから馬鹿にするために言ってるだけだから在朝官人であるっていう正確な認識を持っていたって。なんかそういう北条時政はもともと在朝官人だったみたいなね。そういう確かな情報を持って。

であの先ほどの孝庫の炎上寺跡の発掘調査の成果の問題もあるんですけど、まあ、これも私本の中で書きましたが、えー、こうした出土品は頼朝が鎌倉殿となり北条氏が勢力を伸ばした後に獲得したものとも考えられ慎重な評価が必要であると、えー、いうことですね。でさらに高橋で、まあ、今日のの講義は実は実この <laughs> まあ事実上この高橋英樹さんの最新の論文を紹介するっていうのが一番メインなんですがえ高橋さんがえ今年になって発表した最新の論文「挙兵前の北条氏と牧の方の一族をめぐって」というえ論文を書かれているんですがまあこの中で北条氏帝跡の遺跡の世紀だから遺,跡遺構の世紀ですね北条氏の館のえ遺構が一番こう なんか出土品とかが多くて一番こう使われてたとえ一番こう移行がそこが生活の場として一番使われていたとえその時期っていうのは12世紀末から13世紀初めであるとで貿易当時え土器の出土量のピーク京都系の手作ね土器つまり瓦系の出現もこの時期であるということで。 だから北条氏って後っていうのは一番こう活発に使われてたのは12世紀末から13世紀初めであるってことですからつまりこれはまさに頼朝が鎌倉殿だっった時代ってことですね頼朝が鎌倉幕府を開いて正義大将軍とかそういう形で鎌倉天下を取ってた時代ですよね。頼朝が 鎌倉殿さらには全国を統一して武家の頂点に立っていた時期に北条氏のその伊豆の北条氏の館っていうのは一番活発に使われてたってことですね。でこの意向が示しているのは挙兵以後の北条氏の勢力でありさかのぼったとしても 源の頼朝を北条に迎えた1170年代半ばの北条氏の勢力であると。だから挙兵前の北条氏そのものの実力を物語る根拠にはならないというふうに高橋さん言われている。要するに頼朝という騎種ねあの頼朝というま,あまさに教武者と言えるようなえ非常に身分の高い武士を に迎えたわけですね政子と頼朝が結婚した結果あまあその前からかえ頼朝が流、まあ、罪になって流人になって北条で預かるという状況ですね。で、まあ、その後政子と結婚するというような状況になるわけですがまあそういうな頼朝が北条の婿になるということですね。まあ、そういっった状況になってまあ 頼朝というですねえ非常にこう敗訴なねえ身分の高い人をこうお迎えしたのでまあその結果としてまあ失礼のないようにっていう形でいろんなブランド品をね集めるようになったと。でさらにはまあ頼朝を婿に迎えたことで北条氏そのものの地位というか社会的なね地位身分というものが上昇したわけですよね。 その結果としてまあ貿易陶磁器とかのブランド品とかをこう集めるようになったっていう状況なわけですよね。そうそうそうバブル時代にブランド品使っててもそれ以前から羽振りがいいわけではないということですね。だからもともと北条氏が非常に身分の高い武士だったと。 といいいう根拠にはならなならんじゃないかってことですねであくまで頼朝を北条に迎えた結果北条のステータスが上がったと。でそれで、まあ、京都系の瓦家だとか貿易陶磁器とかそういったものを使うような,、えー、なんか上級国民になったというね敗訴、えー、なね、えー、生活に変わった。 っていうふうに、まあ、考えるのが、まあ、妥当ではないかってことですね。で。で、さらに、あの、北条のね、館がすごい交通の要衝にある。っていうね、先ほども言いました、その、可能。 西に加能川東に下田街道という形で水陸の幹線ルートを抑える交通流通の要衝にあるというふうにまあ野口さんは言うわけなんだけどもこれに関しても高橋さんは反論していて三島社の門前から南に伸びる道が 伊豆半島を南北に貫通する幹線道路として形成されたのは下田が南伊豆の中心として成立した室町時代以降のことであるとでそれ以前に成立していた三島と、えー、中伊豆内陸部を結ぶ幹線道路は、えー、新田南城なども通っているということですね。 まあこれは私もちょっと指摘していて頼朝と義時でつまり交通の要衝を支配しているというだけなら新田南条など近隣領主も同様であり北条だけを先進的な武士として特別視する理由にはならないということなんですね。だからだからまあ特別敗訴なね身分の高い武士だっていう根拠にするにはちょっと弱いんじゃないかってことですね。 で,で北条氏が教務者の末裔かどうかって系図の問題なんですけどでこれに関してもまあちょっと私指摘頼朝と義時で指摘しましたけどそもそも北条氏に関する系図類は異動が多く時政の父や祖父の名前も確定できない。 野口氏は信頼できる系図に限れば時家から時政までの三代はほぼ一致すると主張するが実際にはそれでも移動が見られると。バラバラですよねえこれはちょっとあのこれはあの高橋英樹さんのね論文から引用してきた系図ですけどまあ主要な系図を見てもあの ババラバラであるることが分かるとがか思いますですなわち系図1だとまあ時家が時政の祖父とはなってますが時政のお父さんは時金という人になっているということですね。で系図の2だと時家が時政の祖父っていうのは系図1と一致しますが時政の父親の名前は時方となっている。 だから名前が違うわけですね系図1では時政の父は時兼、系図2では時政の父の名前は時方となっている。でまあ系図3もえ時家時方時政なわけですね。で系図4に至っては時方時兼、時家時政っていうふうになっててあの。 時政のお父さんが時家でおじいさんが時金ってててふうになっててだから時政の父親も父親の名前も時金ってしてるのもあれば時政の父親の名前を時金としてるのもあれば時方としてるものもあり時家としてるものもあると3つあるわけですね。 そうシャッフルされてるそうなんですよだから時政の父親の名前も時金としてるものと時方としてるものと時家としてるものがあるということでかなり実はバラバラなんですね。でだこの点高橋さんの論文で時政の父は名前さえもはっきりしてないとつまり時政の父親の名前ですらあの3種類の3つの説があるわけですね。 父親すら分かんないんだからまして2代前3代前の祖先の名前を確定することができるはずはないということですね。であと源平登場録の,あの源平登場録でその北条時政の系譜についての説明が書かれてるんですけどこれもなんかよく分かんないことが書いてあるんですよね。 でそケイ丸五の右端のところを見ていただきたいのですがこれによるとまあえ時政の祖父が時家なんですが先ほどもちょっと出てきた時家なんですけどその時家のさらにお父さんが貞時って人で貞時のお父さんが森本って言うんですけどこれ他のケ図に出てこないんですよ。 他の刑図には森本だからこれ森本と定時っていうのは架空の人物創作された可能性が非常に高い他の北条氏刑図に出てこないんでねでさらに言うとこの森本っていう人がそのいわゆるえ貞森流平家と,との接続がよく分かんないですね。 だ森本ってじゃあ貞森とどういう関係なのかと貞森の弟とかなのかいとこなのかおじさんなのかおいっ子なのかそれも分かんないわけですよ。そこがは,はっきり書かれてないわけですね。貞森とどういう関係にあるのかこの森本って人がね。だどう接続するのかがよく分からないってことですね。で。 でまあ、さらに言うと源平登場録の系図では時家に通称や官職が書いてないこれも不自,然不自然だと思うんですよね。これ教務者のね定盛流平家の流れを引いてるんだったら、えー、何らかの官職を帯びてるはずなんだけどその官職が書かれてない。だやっぱ何らかの系図操作が行われたんではないかというふうに、まあ、高橋さんは 言わわれてるわけです、ね、でさらに言うとその要するに時家は北条伊豆の時家はもともと教務者であると定盛隆平家の人物だけど伊勢平氏であるけれどもその伊豆の豪族北条之助に婿入りしたっていうふうに説明してそこでまあ北条時政に結びつけてるわけですけどこの婿入りっていうのも。 信用できないといとう,うに高橋さん言っててつまり名門の系譜と自分の家の系譜を接続する際に機種身分の高い人が向こう入りしたって形で説明するっていうのは非常によくある典型的なパターンだあると。軽図でっち上げの一番よく使われる手法であるからこれは信用できないと。 いうののが、えー、高橋さんの見解でしてだまあやっぱりこれは虚構であろうと。だまあ要するに北条家の北条の家というのがもともとは京務者の家であると、えー、京都の、えー、伊勢平氏の流れを組んでるんだっていう話をでっち上げるために婿入りっていう設定を作ったんだろうってことですね。 で,でこの高橋論文一番衝撃的だったのがそもそも杉橋論文間違ってたんじゃないかっていうことを指摘していてえすなわち牧の方が池の善二の姪であるっていう前提が違うんじゃないかっていう指摘をしてるわけですね。 で先ほどもあのちょっとあのチャット欄でご指摘されてた方がいましたがえまあこの時代の,あの身分,身分あの家の身分としてはまあ大きく分けると金太初代部侍というえ身分秩序があってこれは非常に。 あの格差が大きいんですね。で初代部と侍。初代部身分と侍身分というのは隔絶していて。ええー、がたい壁があるわけですよ。で。池の善二の弟の宗近が帯びてる所領之助。え父の宗兼が帯びてる首里のゴンド大夫っていうのは初代部身分のものがつく官職であると。で。一方。 牧、えー、の方の、えー、父である、えー、宗近が帯びる武者処、えー、それから大利根理の城、えー、それから牧の方の兄弟である時近が帯びる蹴火石の城備前守っていうのは侍身分の,ものがつく官職であるとだから所領之助宗近は初代部で大舎理の城宗近は侍ということになりますのでこれは身分が。 明らかに違うとだから名前がたまたま一緒なだけで別人なんじゃないかっていうのが高橋さんの結論なわけですねで。でまあ確かにで高橋さんさらに言われてることで結構重要だなと思うのがだから結局より盛り。 彼らの頼盛りりっていうのがだから結局初代部身分なわけですよね。で初代武身分である頼盛りりに使える頼盛りりの家人であると<ん>の牧宗近っていうのは頼盛の家人であるということが愚寛省に書かれているわけですけれども初代武身分である えより森りに仕えている宗近はやっぱりそういう意味でも侍身分だろうと。初初代代身身分分のの人が摂関のの家,家に仕えるとかっつうなら分かりますけど摂関家に使え初代部が摂関家に仕えるっていうのはよくあるパターンですがえ初代部身分の家の人が初代部身分の人の家人になるってことはちょっと考えにくいと。初代部の家人ってことはやっぱり侍身分なんだろうってことですね。 そうするとまあ別人であると。所領之助宗近は初代部大トネ竜城宗近は侍ってことになりますのでだ結局あの牧の方っていうのはその侍身分のえ女性であってまあだからまあ時政とまあそんな大したことない家の時政のところに嫁いできてもまあ あのおかかしくはなないいいんじゃとうことですねだから要するにその時政が実はすごい身分の高い武士だったんじゃないかっていうそもそもの発端はその牧の方っていうのが身分の高い女性であるというね前提があったわけなんですけれどもまあ実はそんなに身分の高い家のお嬢様 とは言い難いんではないかと、えー、いやそもそもその前提となっているのは書良之助宗近と大利根里之城宗近を同一人物とみなす、えー、杉橋論文が前提なんですけどまあ杉橋論文の推定推理は成り立たないんじゃないかとでこれが成り立たないとすると牧の方はまあ別にそんなに身分の高い中流貴族の娘お嬢様ってことにはならなくなるのでまあ そうすると、まあ、それを時政が、後妻に迎えたからといって。時政が非常に身分の高い武士であるというふうには。言えないんじゃないか。っていうことですね。だ、結構、あの、まあ、ちょっとショッキングな論文ですよね。だ、まあ、まあ、野口さんとかも。まあ、出たばっかなんで、野口さんとかもね、これに対して反論。 するかもしれないんですけれども、ただやっぱり結構その高橋さんはその感色偏症とかあの色現象とかね色現象色現象とか見てあのまあその感色っていうのが。 あのどういう身分の人がつく官職かっていうのを細かく調べたわけですね。でそれでまあ所領之助は初代部で大乙の上は侍っていうふうに、えー、明らかにしたんでかなり説得力がある。で初代部と侍は大きな壁がある。侍身分のものもが初代部身分になるとかってことは、まあ、普通はないのでこれはかなりあの説得力がある。 まあそういう意味では非常に衝撃的な私もあの杉橋私も頼朝と義時ではですねあの杉橋論文を踏襲してですね杉橋論文を信じてまあ牧の方は池の善にの姪であるという前提で立論したわけですけど、まあ、そもそもそれが成り立たないんじゃないかってことを高橋さんは指摘されたのでこれはまあ かなりショッキングな内容だなと思いますね。で、セットブロもあるんじゃないかと私としては思います。で、まあただまあ出たばっかりなので、まあ野口さんもね、これに反論する可能性はあるので、まあそれに何て言うかなっていうところは気になりますよね。4月にツイッター上で真摯に対応する旨をコメントされている。あ、そうですか。<laughs> なるほどね。 <laughs> 真摯に対応するってだからまあ結構だからまあ野口さんも一蹴はできないってことですよね反論するにはそれなりの準備が必要であるってことだと思うんですけれどもそう結局マ木の方の出自がまたよく分かんなくなっちゃったっていうことになるわけですね。 真摯に言って先いや反論するってことでしょう真摯に対応するってことだったけどまあそんな簡単には反論できないんじゃないかって気がしますけどねあのやっぱりじゃあもちろん別にその杉橋さんがいい加減だったってことではなくてそのやっぱり杉橋論文が出た頃ってずぶん昔ですからねだからやっぱりその価格秩序あのみたいなことはあんまりそんなに研究が進んでなかったわけですよね。 つまり、あのー、昇進ルートみたいな、えー、この価格のねこの価格の、えー、家はこういう昇進ルートをたどりますみたいなね、まあ、逆に言うとこういう昇進ルートをたどるってことはこの家は初代部であるとかこの家は侍であるとかっていうことが、あのー、細かく分かるようになったっていうのはあのーまあ、割と最近なわけですね。 それはあのは橋論文が出た頃はまだそこまで研究が進んでなかったんであのよく分かってなかったですね。だけどその後研究が進んであのまあ初代部の家はこういう昇進ルートをとる侍部分の家はこういう昇進ルートを取るみたいなのがあの分かってきたのでまあそれに基づいて高橋論文は立論されているわけですね。だそういう意味では非常に説得力がある。 わけです。で、侍身分と初代民身分はやっぱりはっきりとした壁がある格差があるので、そ,それは同一じたまたま名前が一緒なだけで同一人物とみなすことは無理なんじゃないかっていうのは非常に説得力があると思います。これ崩すにはやっぱりあの価格秩序の部分もうちょい精緻にやるっていうふうに反論してね、いやその 乙女から所領之助になる可能性だってあると大隣之助から所領之助こうステップアップするっていう事例はあるんだとそういうケースはあるんだっていうことを立証しないと反論にはならないと思うんですね。高橋さんはそういうのはないとそういうルートはないと大隣之助やってるような侍身分の家が所領之助になるとかってはありえないと。 そういう昇進コース昇進ルートはないっていうふうに高橋さん言ってるわけなのでまあそれに反論するにはいやそういうルートがあるとそういう思いっきりポーンと昇進するみたいなそういうルートがあるとコースがあるっていうことを具体的な事例を出して反論しないと反論にはならないんじゃないかなっていう感じがいたします。 まあまあ転換点だから例外としてあったかもしんないっていうのはもちろんそうなんだけどでもそれにしてもあのそういう事例をやっぱり引っ張ってこないとダメだと思うんですよね。この時代にそういう異例の昇進を遂げたケースがありますみたいなあのそういう事例を取ってこないとただ名前が一緒ってだけだとまあ根拠としては弱いということになるわけですね。 そうなまあ、一気に昇進したりっていう可能性もあるとは思うんだけどでも具体的な実例を出さない限りやっぱり弱いそれがないとまあ何とでも言えちゃいますからねこの時代はねあのこう価格秩序の動揺をしている時期だからあのそのいきなり思いっきり昇進するってことだってあるんだっていうのはは口ではどうとでも言えるけど。 エビデンスがないとやっぱり弱いのでそうですね。ということでしてまあなかなかね野心的な内容でしてあのこれはやっぱり特にやっぱ牧の方池野善人の名じゃないっていうのはかなり衝撃的で私自身その「教務者説」っていうのはあの。 疑わしいなと思っていたわけですけどえでもまあ、それでも池の前にの牧の方が池の前にの名医っていうのはそこは信じちゃってたわけですよねその上でまあ北条氏って大した家じゃないんじゃないかと思ってたんだけどそもそもの前提である池の前にの名医っていう話も崩れてしまったんではないかということでまあ、非常に あの重要なな画期的な論文だと思いますだからまあねちょっとまあなかなかねあの北条氏と三浦氏高橋英樹さんが書かれた北条氏と三浦氏は一般書なのでまあ皆さんもね読まれたという方も多いかと思うんですけれどもあの論文はね えー、国史学でしたっけ国史学に載った論文っていうのはなかなか皆さんがね目にする機会がないと思いましたので、まあ、それでね、えーまあ、一般書と違ってそんな簡単には目に手に取れないだろうということがあったので、まあ、今回ちょっとご紹介したということになりますね。はい そう頼朝の周到にならなかったら北条氏は歴史に埋もれた地方豪族で終わった可能性が高いってことになる結局頼朝を,頼朝を向こをにできたってことで、えー、一発逆転したっていうね大爆地に勝ったっていうまあ通説が正しかったんじゃないかっていう話にまた戻ってきているってことですね。 そうですね、池の善師が頼朝を助けたみたいなその辺の話と結びつけてるんですよねもともと杉橋論文はねだからまあ池の善師のめいみたいなそういう話に行っちゃったわけですよね。だそもそもだからその時政と牧の方との結婚みたいなのもやっぱりあの。 より森とかのね意向が反映されてるんじゃないかっていう話になるんですよね。杉橋さんの議論だとね。そうよりと実質頼朝の舅というカードだけで戦い抜いたっていうまあ通説に戻りつつあるんではないかということでございます。はい ということでまあ一応ですねえと論まあ今日はまあ事実上高橋論文を紹介するみたいなところでえありましたのでえまあ一応ここで第1部はねえ終了しようとそう論文を読もう誤差バージョンなんです今回はねそうなんです実的にはねなかなかまあ見る機会もないと思いますので国史学とかってねあの まあそれでちょっとご紹介させていただいたということでございます。では、えっ、ー、と、まあ引き続きね、この後、えー、メンバーシップ旗本以上の方は、第2部をやりたいと思います。なので、えー、ご覧いただければと、引き続き第2部をご覧いただければと思います。で、まあ、町人、御家人の方は、ちょっとここでお別れということになりますが、えー、明日、 また例によって、えー、鎌倉鎌倉道場ねどうするイアスの、えー、解説を、えー、やりたいと思いますのでまたご参集いただければなというふうに思いますはい、えー、それでは、えー、ご清聴ありがとうございましたはいではまた、えー、旗本以上の方は、えー、引き続き、えー、第二部をご覧いただければと。 で町人ご権人の方はここでお別れということですどうもさよならありがとうございましたそれでは、えー、一旦ここで、えー、お別れしたいと思いますどうもありがとうございました